どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日はですね、ドラゴンズ嬉しい誤算、これをね、発表をしていこうと思います。嬉しい誤算っていう表現はね、選手に対して、チームに対して失礼かもしれないんですけれども、表現の仕方がこれしか思い浮かびませんでした。許してください。では行きます。まず、ドラゴンズ嬉しい誤算、その1は、セットアッパーの勝野選手が大活躍をしていますね。これなんですよね。まあシーズンが始まる2日前、3日前にね、ジャリエル選手がね、亡命をしてね、ドラゴンズにジャリエル選手は今いません。このね、ぽっかり空いた穴をね、今、勝野選手が埋めてくれてますよね。嬉しいですね。まあ勝野選手はね、もともと能力が高いピッチャーなんですよね。まあ去年まではね、主に先発として投げていました。でもね、まさか勝野選手がね、ここまで中継ぎとして大活躍をするなんてね、私、全然ね、計算ができていませんでしたね。で、大野雄大選手が肘を手術をするから、私ね、そのままもしかしたら勝野選手がね、また先発に戻るかなと思ったんですけどね、でもね、勝野選手、ここまで大活躍をすればね、今シーズンは1年間、勝野選手をね、中継ぎでシーズン終了まで投げてほしいと私は思いますね。はい。で、今はですね、勝野選手はですね、まあ勝ちの試合にも登板することもあるんですけれども、まだやっぱね、8回もしくは7回はね、田島選手もね、登板することが多いんですよね。でもね、私はここまでの成績を見ているとね、もう7回もしくは8回かな、8回に勝野選手をね、これからどんどん登板させてもいいんじゃないかなって思っていますね。まあ田島選手もね、確かに素晴らしいピッチャーですね。トミー・ジョンから復活して、でもね、勝野選手の方がね、年齢がね、若いんですよ。だからこれから将来のドラゴンズを考えていくんだったら、まずはね、私は田島選手もいいんですけれどもね、もっと勝野選手をね、一軍の中継ぎでバンバン登板させていいと思いますね。まあ勝野選手がね、今この調子をずっと維持をしてシーズン終了まで投げ切ることができたら、まあ50試合60試合に登板して防御率1点台、これをキープできると私は思っています。勝野選手の今日までの成績は8試合に登板2勝0敗1ホールド、防御率は 1.23 です。次のドラゴンズの嬉しい誤算は、ルーキーの福永選手が大活躍です。いいですよね、福永選手ね。ドラゴンズが2022年のドラフト会議を、やった時にですね、やっぱりね、まず一番、期待されていた二遊間の選手は、村松海斗選手。で、次が田中幹也選手で、で、次がまあ、福永選手だったと私は思うんですよね。で、ドラフトの順位も、2位に、村松海斗選手、6位に田中幹也選手、7位に福永選手っていうね。だからどうしてもね、期待するのは村松選手だと思うんですよね。二遊間だったらね。でもね、村松選手が膝の怪我をして、で、もっと期待されていた田中幹也選手はね、肩を脱臼して、今シーズン絶望という中ね、運がありますよね、福永選手はね。まあ、運があるって言い方もね、なんか他の選手に失礼かもしれないんですけどもね、今、ドラゴンズのセカンドのレギュラーはね、福永選手がピタッと埋めていますよね。で、福永選手のね、バッティングをね、まあ、開幕から見ているんですけども、開幕当時はね、ちょっと、自分が打てないコースに来たボールすらもね、思いっきりフルスイングをして、結果ゴロになっていたと思うんですよね。でもそれがここ最近では、自分が打てるコースのボールだけをね、こう、うまい具合ね、手を出しているように私は見えるんですよね。すいませんね、素人の意見なんでね、はい。あまり鵜呑みにしないでください。はい。だからね、打率も残せるようになってきて、長打もね、少しずつ増えていると思うんですよね。で、福永選手は主に今、6番を座っていて、もうね、福永選手をね、今、6番セカンドからね、外すことって、今、できませんよね。それぐらいもう福永選手がね、今、活躍をしているんですよね。で、年齢も、今26歳、今年27歳なんで、体はもうね、できていると思うんですよね。だからまあ、そんなにね、疲労がたくさん溜まらなければ、
大怪我もねしないんじゃないかなと思いますね。まあ、高校生やね大学生だったらね怪我をするかもしれませんが、福永選手はもう立派な大人のねセカンドのレギュラーの選手ですね。だからもうね福永選手がね打席に立つためにねそろそろプロ初ホームランあるのかなとかね、あ長打打つかなってね私はドキドキしながら見ていますね。はい、それで福永選手はですね、まあ怪我さえしなかったらこのままね、まあ、130試合125試合ぐらいはセカンドのスタメンで出場をしてほしいですね。そして今シーズンの、終わる頃にはですね福永選手にはぜひね新人王を獲得してほしいですよね。でまあ福永選手だったらねまあ二遊間の選手でしょ、まあ、二遊間の選手が新人王を獲得するんだったら、まあ、打率はやっぱね2割7分8分打ってもらって、まあ、ホームランは5、6本打てばね私は福永選手新人王いけると思っています。はい、福永選手の活躍をね皆さん期待してみましょう。福永選手の今日までの成績は14試合に出場、打率2割8分3厘0本塁打2打点です。3つ目の中日ドラゴンズの嬉しい誤算は現役ドラフトで入団をした細川選手がクリーンアップを打っています。いやまさかね細川選手がねここまでね戦力になって皆さん思ってました？思ってました？絶対に思っていないですよね。はい、私はね細川選手がねドラゴンズに入団が決まった時はまあ1年間右の代打で活躍をしてくれればいいんじゃないのかなって思っていましたね。まあレギュラーとして正直私は計算はしていなかったですね。でもねここに来てもうね細川選手はね中日ドラゴンにとってね必ず存在をしてほしい選手にまで成長をしましたよね。ごめんなさい噛んでしまいました。はい、まさかね細川選手がね5番ファーストをね守るなんてね皆さん2022年のオフシーズンに考えてました？絶対に考えていないですよね。まあでも細川選手は確かに調べると横浜時代から未完の待機って言われていて、まあ、守るポジションがあればレギュラーいけるんじゃねえかって言われていた選手みたいなんですよね。でもねドラゴンズは慢性的な長打不足だからここで長打が売りのね細川選手が今見事にレギュラーとして活躍をしていますね。まあでもね確かに細川選手はね活躍するような匂いは今思うとあったのかもしれませんよね。だって春のキャンプの MVP が確か細川選手ですもんね。で、オープン戦でもバン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 打ちまくってね。でもさオープン戦でねバン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 打ちまくる選手がさシーズンに入っても活躍するってもう俺限らないじゃないですか。だからまあ私は本当にすいませんけども細川選手はオープン戦で打ってもまあ1年間代打かなって思っていたんですよ。それがね今や中日ドラゴンズの5番ファーストですよ。もうね細川選手がいたからビシエド選手が再調整として2軍に落ちましたもんね。このままね細川選手が5番ファーストで1年間ねシーズンフルに戦う可能性も私はあると思っています。どれぐらいの成績残すんだろうね。まあ私が見た感じだと細川選手ってなんか怪我に強そうな感じありません？だから私はねなんだかんだ言っても140試合135試合ぐらい試合に出場をして打率はまあ3割前後まで打ってくれてで長打があるんでホームランは12、3本打点50ぐらいは残してくれるんじゃないですかね。まあイメージで言うと前世紀の頃の平田選手ぐらい平田良介選手それぐらいの成績は残してくれそうな気はしますよね。いやでもね現役ドラフト面白いですよね。巨人はね奥江選手がね大活躍を今してますよね。だからね今シーズンのオフにもね現役ドラフトをね開催してねまたいい選手を補強したいですよね。はい、細川選手の今日までの成績は11試合に出場して打率は4割0分6厘0本塁打3打点です。今日の話をまとめるとドラゴンズ嬉しい誤算はセットアッパー勝野選手の大活躍とルーキー福永選手の大活躍と現役ドラフトで中日ドラゴンズに来た細川選手がクリーンアップを打つこの3つですね。できればね私はここに
ブライト、ケンタ選手、レギュラーを取る。これもね、いつかはね、ここの動画で報告ができればいいなと思っています。